変人さん。お邪魔します。家賃回収に参りました。シャコシャコシャコ、うわー、すいません。静かにヒロ、大声を出えば容赦ひない。何やってるんですか。シャワーと歯磨きだ、見てわかるだろう。お前チカヒナ、少し離れろ。シャコシャコ、この人何を警戒してるんだろう。この人何を警戒してるんだろう。バイキンを警戒しているのかな。あ、あなた潔癖症なんですね。大声だ船つばがトフ、シャコシャコ、おぐつ消毒。うわ、濡れた。何するんですか。私は気づいた。常にシャワーを浴び続けることで、常に菌から体を清潔に保って癒やせる。コホに、いや、どうやって生活してるんですか。お手洗いとか。この生活スタイルに便所は不要。シャコシャコ、うわ、効くんじゃなかった。食事はどうしてるんですか。加工食品を食べるから料理も不要。シャコシャコ、私は菌とは無縁の生活を送ることに成功した。本当に菌と無縁なのかな。納豆菌とは寄り添ってるみたいだ。菌と無縁なんて無理じゃないですか。体に必要な常在菌もいますし、食べ物だってそうですよ。それへも人は汚い。うわ、こっちに向けないで。口はトイレよりも汚い。どうしよう、まともに取り合ってもらえないな。菌だらけのお前は私に近づけない。近づくためにはどうしたらいい？彼の理屈の通りなら、こちらもシャワーを浴び続ければ清潔な人間になるはず。部屋のシャワーを借りた。これで私も清潔ですね。ほう、最適解を導き出したか。持っていけ。家賃を受け取った。ちょっと湿ってますけど、確かに受け取りました。余計な心配かもしれませんが、風邪ひかないでくださいね。外に出るわけでもなし。問題ない。シャコ、そうみたいですね。それではお邪魔しました。住人にはまだ秘密があるみたい。キョエは念入りに全体を磨こう。水が止まった。故障か。違う水道を止められたんだ。ぐわ、菌が。浴槽の水も溜めてない。ああ。ざあ。この音は雨。助かったぞ。今日は天然のシャワーだ。浴びる男は裸で外へ飛び出した。潔癖症の慣れの果て、バイキンから体を守るために取った行動がとんでもなく頭悪い。水を浴びることにとらわれるあまり、自分の格好を顧みず水を求めて裸で外へ飛び出してしまった。雨はとても汚い。